お前が新田新右衛門と召喚実験を行うだと？どういうことだ達也。自分の両親を助けたいんだ。達也の両親？弓ヶ岳大爆発の犠牲者名簿の中にお二人の名前が記されています。所長、あなたは重大なことを見落としている。それに気づかない限り、あなたと新右衛門さんがファイトしたところで召喚実験は成功しない。ほう、面白いことを言う。時間を操り災害をなかったことにできるなら、弓ヶ岳大爆発も起きなかったことにできるはずよね。達也のデッキ、エンジェルフェザーだ。達也、今もそのクランなんだな。当然でしょ。あなたにヴァンガードの楽しさを教わったクランだ。エンジェルフェザーは僕の翼だ。何のためにここへ来たの？命へと問う声。何のためにRise onto the field. Tons of overwhelmingly powerful cards are here. Favorite buddies returned as revival buddies as well. Ace Booster Pack Perfected Time Ruler, now on sale. Bushiroad. Aidroid, Reishu. Chrono Tinga. Aidroid, Rabbit ni Raido.さすがにデッキは新しく組み直しているのか。ヴァンガードはやめたみたいなこと言ってたくせに。クロノトゥースティガーにライド、ウェッジムーブドラゴンをコール。行くぞ。まだまだ、ウェッジムーブも行け。喜んでマイヴァンガード。ありがとう。ライド、エイドロイド、ザイン、ミリオンレイ・ペガサス。ノーガードだ。相手にダメージが加わるとザインのパワーはプラス1万。そのままヴァンガードにアタックします。これもノーガードだ。平然とノーガードかよ。自信があるのよ。次のターン、私にもしたように一気にダメージを奪いに来る。達也ならきっとそれも読んでいるはずだ。おほん、無礼を承知で申し上げます。エスカ様、それに新田様も立花達也様の勝利をお望みですか？竜頭よりマシだ。本当にそう思うか？師匠、確かに竜頭には危ういところがある。あいつの実験が危険な方向に進むなら
力ずくでも止める覚悟だった。だがもう一つ不安だったのが達也だ。立花達也は両親が死んだ事件をなかったことにしたい。そのためならどんなことでもする。そんな気がした。俺も大切な人を亡くしたから気持ちはわかる。だから俺たちには何も言わずに。実は不肖執事だ。竜ズラボについて調べるうちに立花達也様の本当の狙いに気づいたのです。それは竜ズ所長の単位を黙って観戦なさい。ライド、クロノバイトタイガー、もう一体のクロノバイトよ、並び立て。リアガードのクロノバイトのスキル、手札のクロノトゥースを捨てることでクリティカルプラス1だけど、一度捨てたクロノトゥースをスペリオルコールできる。来るわよ。ヴァンガードのクロノバイトタイガーでアタック。ノーガード、ドライブチェックだ。クリティカルトリガー。おやおや、ではパワーはリアガードのクロノバイトに、クリティカルはヴァンガードに。これでダメージ2だ。ダメージチェック。続いてウェッジムーブでブーストしたリアガードのクロノバイトでアタックだ。バトルキューピッド、ノキエル。なんだ、完全ガード持ってたのかよ。ダメよ、ここで使うなんて。リューズの最強ユニットはリベリオンだ。リベリオンは相手ユニットのシールドを下げることができる。あれに対抗するには完全ガードしかない。なのに達也はここで使っちまったということか。ご心配なく、僕も得たんです、頼もしい相棒。いや、守護天使とでも言うべき存在を。その慈愛は全ての命を癒す。たとえ自らがどのように傷つき倒れるとしても、降臨せよ、アークエイダーマルクト・ブレク。Weakness is a crime! Look at this power! If you don't get it, you have no right to be a Vanguard fighter. Team Dragon's Vanity. Available March 6th. Bushy Road. Buddy Fight Ace! Time Dragon Final Form over God Zero! Garga, it's time for the final battle! Let's pave the way to the future together! Climax Booster Ultimate Unite! On sale February 28th. Bushy Road! Vi Schwartz. Join Goblin Slayer and Priestess on their adventure to take down goblins on the stage of Vi Schwartz. Goblin Slayer, Trial Deck Plus and Booster Pack. Now on sale. Bushi Road. Vi Schwartz. Journey with Kirito and Yu-Gi-Oh as they battle their way to the top of the Central Cathedral. Sword Art Online, Alicization, Trial Deck Plus and Booster Pack. On sale from February 28th. Bushi Road.チーム大雪山、大山龍太郎選手が最後まで一人で戦い抜き、3位の栄光を手にしました。ルーガ君抜きでは勝った気がしないな。まだ新エモンもライブも来てないのね。はい、でも必ず間に合うから。このままじゃチームハルマゲドンの二の舞だ。あんた一人で、私とトノリ、それに神崎雄一郎を相手に。大山さんも一人で勝利された。一人で十分ってわけっすか。
ークエイダーマルクト・メレク、イマジナリーギフトプロテクト2でいいんだね。リューズのリベリオン相手には完全ガードに使えるプロテクト1が有効なのに。マルクト・メレクにそれだけ自信があるのか。マルクト・メレクのスキル発動、相手に1ダメージを与えます。登場しただけでダメージを与えるスキルだと。どうぞダメージチェックを。すごいスキルだな。これでダメージ3、このままこのターンで決めちまうんじゃないか。リューズがそんな甘い相手。さらにマルクとメルクのスキル、ドロップゾーンから3枚までリアガードとして蘇らせる。何？蘇れ、セクション、サイン。蘇るんだ、ラムド。蘇りの代償をマルクとメレクは自らの身に受ける。マルクとメレクにダメージ1。自らにダメージを与えて仲間を復活させるスキルだと。わざわざ自分から4ダメージになるなんて。ダメージチェック、クリティカルトリガー、パワーはザインに、クリティカルはマルクとメレクに、そして蘇ったユニットたちのスキル。素晴らしい展開だ。だが達也、分かってほしい。君のご両親の命を奪った弓ヶ岳大爆発、あれだけは過去の歴史から抹消することはできないのだ。たとえギアクロニクルで時間を支配できたとしても。やはりそういうことですか。何一人で納得してんですか。ギアクロニクルの力でもし弓ヶ岳大爆発が起こらなくなってしまえば、惑星クレーと地球が接触する可能性を証明することができなくなります。弓ヶ岳の悲劇があったからここにリューズラボが作られ、そして召喚実験が行われる。もし起きなければ。俺とリューズは今もしけたロボで成果の出ない実験を繰り返していることになる。ちょっと分かんないの俺だけ。リューズが本当に世界から悲劇をなくしたいなら、弓ヶ岳の悲劇だけは起こさないといけないってこと。完全ガードだ。ドライブチェックします。ファーストチェック、ヒールトリガー、パワーはミリオンレイペガサスに、ダメージ1回復。セカンドチェック、ノートリガー。残念だったね。次のアタックはザインでヴァンガードに。ノーガードだ。ダメージチェック、ドロートリガー、パワーはヴァンガードに。セクシオでブースト、ミリオンレイペガサスでヴァンガードにアタック。スチームボンバージグル。リューズのガード、また成功ね。せっかく新しい相棒を広めしたのに。そしてあれが来る。クロノファングタイガーにライド。イマジナリーギフトフォース1、時空隆起ロストレジェンド。
クロノファームタイガーは山札からグレード4のユニットにスペリオルライドレディ。グレード4、すなわちリベリオン。天かける天空の虎よ、時の営みをたたえ、今こそ大しく方向せよ、ライド。クロノタイガーリベリオン。クロノファングのスキル発動、リベリオンはトリプルドライブ、クリティカル2。私の手札は1枚、リベリオンのスキルは全て発動する。まずリアガードを2体退却させる。2つ目、前列のユニットのパワープラス1万。3つ目、全ての敵ユニットのシールドマイナス5000。ヴァンガードにアタック。ノッケール。まだ完全ガードがあったのか。でもリューズのトリプルドライブ。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー、効果は全てロストレジェンドへ。サードチェック、ダブルクリティカル、効果は全てクロノバイトタイガーへ。ではロストレジェンドでヴァンガードにアタックだ。ノーガードです。いいのかね、2ダメージだよ。ファーストチェック、セカンドチェック、クロノバイトタイガーもクリティカル2だ。ここまでだね。ガードします。手札全部でガードしても足りない。インターセプト。あのユニットは同じ列にイマジナリーギフトがあれば後列からインターセプトできるのか。プロテクト2を選んだのもこのため。リベリオンを退却、クロノファングにライドする。ターン終了ですね。立花達也のイマジナリースコアが急上昇しています。まさかこれほどの数値とは。これならまた召喚が起きるかもしれん。だが手札はゼロ、ダメージ5では自らダメージを受けてリアガードをよみがえらせることもできない。できることはあまりなさそうだな。そうでしょうか。再びマルクトメルクにライド。2枚目のマルクトメルクを引いた。マルクトメルクは出現したとき、相手のヴァンガードがグレード2ならダメージを、しかしグレード3以上ならダメージを一つ回復します。ダメージ4に戻した。これならまたあのスキルを使えるということか。そうです、ダメージ1を対象に倒されたユニットたちに命を与える。蘇れスタイン、ミリオンレッペガサス。蘇れサウザンドレッペガサス。また自らにダメージを。ダメージチェック、クリティカルトリガー、効果は全てヴァンガードへ。ラメドでブースト、マルクトメレクでヴァンガードにアタックします。2体のジグルでガード、43000。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルだ。効果は全てヴァンガードに。これでパワーは合計5万。クリティカル3、3ダメージだと。ダメージチェック。ダメージチェック、セカンドチェック。惑星クレイからの召喚が
起きない。やはりあなたは大事なことが分かっていない。ん？おい、何をしている？危ないですよ。あなたたちも。冗談じゃないぞ！どうなってんだよ。まずいな。逃げるわよ。リュージュ！ひでえな。三島君、君は？私は達也様のご命令に従っていただけです。弓ヶ岳大爆発が起きなければ歴史の改変はできない。あの悲劇は起きます。でもあれを最後の悲劇にするんです。達也、お前ギアクロニクルの力で過去を変えたいんじゃなかったのか？過去じゃない、現実を変えるんです。今度こそ出陣でござるな。僕が召喚したいのはマルクトメルクです。見たでしょ、あの力なら死んだ人も生き返らせることができる。生き返らせる。新右衛門さん、ヴァンガードファイトしてください。お願いします。達也、Buddy, fight Ace! The special series for a new mechanic God Clock unwinds itself on the field. Flip over four cards to the flag and become the ruler who manipulates time!A special series, the N-Zero, now on sale! Bushiroad! Bermuda Triangle! The five of them have new matching costumes! And their amazing seniors are ever so beautiful! Vanguard Crystal Melody, now on sale! Bushiroad!
今日紹介するカードは達也くんの切り札アークエイダーマルクト・メレク。登場時に相手ヴァンガードのグレードが2なら相手に1ダメージを与え、グレードが3以上なら自分のダメージを1回復できる。さらにドロップゾーンから3体もリアガードをコールできる。エンジェルフェザーの限界を超えた強力なスキルを持っているぞ。ただし味方を復活させる代償としてマルクト・メルクは自らにダメージを与えてしまうんだ。このカードで君もライドザ・ヴァンガード。次回はさらに時代を遡るぞ。なんと江戸時代だ。カルタ屋を営む新道ライブローのもとに怪しげな西洋カルタが持ち込まれてきた。するとどこからか声が聞こえてきたんだ。このカードで遊ぼうです。我をあがめよ。よし、わかった。相手をしてくれ、妹のおみく。だから私はヴァンガードなんてできないって言ってるでしょ、バカ兄貴。おみく、なんでこの西洋カルタの名前を知ってるんだ。あれ、なんでだろう。これがタイムパラドックスというものです。時代交渉ミスじゃなかったのか。